プロ野球、全143試合、多すぎじゃね？選手体力お化けやん。選手によっては143に加えてオープン戦オールスター CS にっしり侍もある模様。サラリーマンの方が働いとるやろ。収録はちょっと多すぎる。アメリカに右に習いしてるけど収録で働いてた時代の名残を早く改めるべき。年間休日50日とか？ほとんどベンチ座っとるししんどくないやろ。二軍は冬もやれよいう話や。10時出勤23時退勤とかやろ。拘束時間長すぎ。メジャーリーグと比べたら抜くすぎやろ。こんだけやって要客入るわ。年間160試合できて毎試合数万人客が見込める。こんな興行向きのスポーツねえわ。そら選手はお金稼げるわな。むしろ少ない、もっと試合してほしい。投手は週1やしな。 YouTube で元プロの話聞いてると野球って競技を極めてるっていうより体を酷使することを効率化してるだけっぽいよな。これだけやって試合時間も3時間ぐらいやって客が毎日入るんやからすごいわ。先発投手だけ週1登板で完全休養日もあって年俸も比較的高いのずるくね。中日、アットホームな職場です。試合数稼げるのが野球の強み。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。